グラードン。なんだこのザシアン。いや俺なんかそう思ったんだよ、なんかザシアンやばいやばいなと思ってさ。いやてかさっきさインファルカネオムインファ受けたじゃん、なんかめっちゃ入んなと思ったんだよ。ふざけんなよ。おいこれ動画で使ったあの特殊ザシアンのやつからドロクシ変えたから意味わからん性格なっとるってこれ。いやおかしいと思ったんだよマジで、ふざけやがって。あ間違えた間違えた。あぶねえよ、ちょっと気づけてよかったここで。いやあああああちょっと待って、いやいや時間ない。あもういいや、もうめんどくせえ、もういいっす、みいっす、ちょちょちょもういいっす。いや違うこれ裏でさあ、ザシアンの性格ミスってるから裏で対戦しながら変えようと思って今もう一個のスイッチ起動したんだよ配信外で。そしたら気づいたら進出時間残り10秒になってて終わってた。ハッサね。いや目の前のポケモンに素直、いやこれ素直なのか決して悪いこととは言わない。よし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 、倒せるこれ。ちょふざけんな、イカ様入りすぎなんだよ。ちょっと防御に加工音声入ってるからイカ様入りすぎなんですけど。おいおいおい。今のうちに裏でちゃんとしないと。あグラで、まあ、タルン買ったと思いきや、あダイヤス打たれんのか。でもダイヤスから入っ、あそういじっぱじゃないか。巨獣の威力が低い。これいじっぱりじゃないせいで打点取りなくて負けたらさすがに萎えるわ。あれダイマしてこない。いや、弱えな、なんか。耐えた、なんか。相手のグラ、いや、ヒートスタンプの威力が低いのか、これ。あー、よかった。だってこれ、ちゃんといじっぱだったら、3分の1ぐらいまではダメージの、あれ、伸びてますからね。今のうちに他にダイバーム上げてないやつとかいないよな。いない。なんだ相手何を狙ってるんだ。なんか負けるかこっから。巨獣でいいよな。よしゴリ押ししたわ。レンタルパーティーを変えます。Thank you.